英雄号芸の写本に描かれたフナイン、ブンイスハークアルイバーフナインイブンイスハーク、シリア語、アラビア語、アブーザイドハンインイブンイシャックあるイバージー、八百八年頃八百七十三年頃は、バグダードに置かれた学術機関である知恵の館で活躍した学者。ラテン語の文献の中では、ジョハニショスまたは、アイオハニショスの名前でも知られる、ユーフラティス川沿いのヒーラーに生まれた、 アッシリア人のネストリウス派のキリスト教徒であった。彼はギリシア語、アラビア語の他シリア語にも通じており、9世紀のアッパース朝カリフであるマームーンの時代に設けられた知恵の館の主任翻訳官を務めた。彼の下でネストリウス派キリスト教の知識人が集められ、古代の医学書や哲学書の翻訳が推進された。その中にはプラトンの 国家論やアリストテレスの刑事上学、プトレマイオスのシュンタクシス、ヒポクラテスやガレノスの医学書などが含まれた。翻訳にあたっては、ビザンツ帝国からも写本を購入して比較を行うなど、文献批判を通じて正確さにも留意した。こうした功績は、後のアラブ人学者による研究の進展に大きく寄与することになった。医学者としても活躍し、 著書のガレノス医学入門はラテン語訳され中世ヨーロッパにも影響を与えているフナイン・イブン・イスハークの写本に描かれた目1200年頃の著写本の差絵フナイン・イブン・イスハークは翻訳事業と自分自身の研究の両分野にわたって多数の執筆を行うことにその生涯を捧げたフナインは哲学、宗教、医学を含む 様々な主題の本を執筆したアラビア語の文法や辞書の編集方法についての本もある。いかにして宗教を把握するかと題した本においては、フナインは奇跡などの宗教の真実がおそらく人間によって作られるのではなく、人間がいくつかの現象に関する事実を説明できないことによって作られるものであると述べ、宗教に対して後ろ向きの気持ちになって増長するのは誤りであると、 述べた。眼科学、編集フナインイブンイスハークは、眼科学分野に業績を残した。彼の人の目についての研究は、彼の総意のある、著作、眼科学についての重論にまとめられている。この著作は、眼科学分野を、初めて体系的に捉えたものとして知られる。そして、おそらくは、当時の医科学校において好んで使われていた。この本の中で、フナインは、目の病気、その症状、 治療法などといった目の構造と解剖学的知見を細部にわたるまで詳細にしている。脳法と使用の性質とこれらが引き起こす主張についても述べている。また、様々な種類の角膜解剖を手術によって治療するやり方も説明しており、この中には白内障の治療法も含まれる。眼科学についての重論を読むと、不イン・イブンイスハークの翻訳家や医者の腕前だけでなく、 世界としての腕前も優れたものを持っていたことがわかる。ありがとうございます。